どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみようと思います。さあ皆さん、音楽を始めましょう。本日ね、取り上げたいと思う曲はですね、まさに新世代感覚のもうね、ポップロックバンド、緑黄色社会のメラ、こちらの曲をお届けします。この曲はですね、もう熱量高くて、なんかこうね、ものすごいエネルギッシュなんですよね。なんですけど、これね、皆さん、この曲ご存知の方は、まあご存知でしょうけど、途中のところでですね、もう猛烈な曲の展開があってですね、もうプログレッシブロック並みの転調が入ったりとかして、すごいことになるんですけど、今回ですね、ちょっとそこをやるとですね、ガズレレ YouTube としては、めちゃめちゃ難しくなっちゃうんで、これ、ウクレレ練習用としまして、ガズレレオリジナルの、ショートカットアレンジバージョンのメインどころだけを押さえた、オリジナルバージョンの、ウクレレレッスン動画をここに公開していきたいと思います。でも、歌いたいあの箇所、入ってると思うので、ひとまずですね、このガズレレバージョンで練習スタートしていってください。皆さんやってみたい方。これはですね、もう気持ちがいいですよ。で、しかもこれだけでもですね、かなりの内容濃いことになっておりますね。まずここまでやるだけでもね、なあ、かなりのね、いろんな面白いことが山盛りでございますから、やっていきましょうね。いつものようにその2バージョンいきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしている、超シンプル簡単バージョンなんですけれども、この曲はですね、歌の言葉がもう畳みかけるようにもうものすごいぐわーっとくるんですよ。それをこう、もうほんと機関銃のように言葉をこう放っていく。このタイミングとか、ここがかっこいいとこなんですけど、やっぱこれウクレレのコードはまあ、初心者コードで言ってますけど、その辺ちょっとね、歌はやっぱり難易度高いと思います。後半はそこに来て、リズムですね、リズム。これはですね、ちょっとガズレレオリジナルアレンジの、ウクレレでかっこいいビートをちょっと選び抜いていますので、ぜひご覧になってください。2バージョン。ぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど、もう無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う、弾き語りができるという、レッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラム、めちゃくちゃ分かりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで、本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあ、このプログラムここに貼ります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで、YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい。これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。緑黄色社会のメラ。ガズレレレシンプル簡単バージョン、オリジナルショートカット簡単アレンジバージョンでやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー。今なんじゃない、メラメラとたぎれ、眠っているだけの正義。こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。君とどちらが正しいのかなんて誰
誰にもわからないさ、ラララララララ、メラとタイル、こんな僕にも潜む正義がどうしようもない、衝動に駆られてほら気づけば手を握っている、ほっとけない、そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くよ、ほんのちょっと僕にちょっと預けてみては、こんな僕も君のになりたいのさ、社会のメラ、ガズレレレシンプル簡単バージョン、ガズレレオリジナルショートカット簡単アレンジバージョン、やってみました。はい、今のでも結構ボリュームがね、まああるというか長さも結構ありますし、今でもかなりゆっくりなんですよね。はい、なのでまずこれ練習していってみてください。まずここね、から始めましょう。ほんとね、ガズレレの動画見てもらったらわかるんですけど、歌詞とコードが出てるじゃないですか。あれを見てですね、ひとまず練習スタートしてください。でですね、まず1個目のゴール設定としては、ガズさんの YouTube 動画と一緒に合わせて演奏できたら、もうこれすごいことだと思います。さっきも言いましたけど、これ歌のメロディーと感覚、タイミングの感覚とか、かなりですね、ノートル要素が強いというか、もうほんと言葉がもうこうリズムに乗ってね、こう押し寄せてくるようなね、そういうねニュアンスのある曲です。勢いがやっぱ大事。ここがめっちゃ難しいんですけどね。まずゆっくりでいいんで、ガズレレの動画に合わせて練習していて、ゴール設定は一緒にできることに設定してもらいたいんですけど、一緒にできるようになった方はなんとかおめでとうございます。そしたらどんどん次のステップに行きましょう。そういう方はですね、次はですね、ガズレレ YouTube を見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですけど、この曲全部丸暗記するってなかなかのもんですからね。まずは楽譜的なものを見て、だんだんもう何回もそれで練習していってもらって、いずれ自分の中に落とし込んで覚えちゃって、大空に向かってこのなんかこうね、なんかこう魂のこう叫びみたいな感じの歌を、メラを歌う、これがいいと思うんです。覚えちゃってね。なんだけど、まずは楽譜練習から順番ですね。はい、じゃあでも楽譜ってどこにあるんだろうということになると思うんですけど、安心してください。今のね、演奏はですね、なぜかこう手書きで書いたこのメラ、この楽譜を見ながら今 やりました。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってことでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、これが始まっています。これガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたメラを含む、ガズが今までもう書きまくってきた膨大なノート楽譜、手書きノートの楽譜のストックがあるんです。この中から毎月5曲、皆さんが、この曲私やってみたかったな、これいいなっていう憧れの曲を選んでいただいて、お手元に即座にデジタルデータでダウンロードしてね、練習できます。この楽譜は全部ガズレレ YouTube にリンクかかってますからね。そういう画期的なサービスです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず、毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますんで、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとか見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこう、チャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか
か面白いんで、ぜひぜひ、ちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさん、ラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんで、チェックしといてください。それでは、楽譜を見ていきましょう。メラ緑黄色社会です。これ思わずですね、緑黄色って言ったら野菜って言っちゃいますよね。なんか言葉のもう慣れで緑黄色社会ってなかなか言えないんですよ。緑黄色野菜って思わず言っちゃうんですけど、はい、緑黄色社会、すごいセンスを感じるバンド名ですよね。はい、もう本当最新ポップバンド、かっちょいいんです。はい、書いてありますけど、ガズレレオリジナルの、簡単ショートカットバージョンでお届けしております。はい、見ていきましょう。これですね、ちょっと、見てもらえて、まずね、解説すると、この、下にこれ矢印書いてあるんですけど、これはね、かっこいいバージョンで、このリズムがドーンと前に突っ込んでくる、シンコペーションだよという合図で、これ結構そこかしこに入ってきますからね、こういう風に。あとはここ、コードの下にコードが書いてあるやつは、上の段は今の簡単バージョン、下の段はかっこいいバージョンです。これね、簡単バージョン、これ G7 って書いてあるんですけど、これ本当はね、Fマイナーのコードの方がいいんですけど、ちょっとこの Fマイナーってコードを抑えるのが難しいから、まずはちょっとこの G7 で仮にやっといてくださいっていう感じですが、慣れてきたらちょっとね、後でもしっかり解説しますけど、下の段のコードの方がかっこいいです。はい。ここも見てください。A マイナー、C、AUG、C、D7、ここもね、かっこいいバージョンでコードが展開していったり、ちょっと変化がありますね。はい、こんなダー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 とか、これも決めですから、これはかっこいいバージョンです。こんな感じで上の段、下の段で、分けていて、上の段が簡単バージョンということになってます。お時間ある方、こうやって映しておくので、一時停止して書き出してください。で、さっき紹介したものって、ガズクラブで、このメラのデータ、これをです、今映ってるこれを、お手元にデジタルデータでダウンロード。これもかなりおすすめなことになってます。ガズのノートの特徴はですね、この見てください。今なんじゃない、ない、なの上に点がついてるでしょ。はい。ここの上にも、ここの上にも。これはですね、リズムがわかるんですよ。はい。わかるかな？今なんじゃない、キラキラとたぎる、たぎれ、うん、みたいな感じで。これを点でリズムはわかる。これはかなりね、歌詞カードではわからないね、ガイドになってます。あとはこの伸ばすところとかも歌詞カードにはない表現なんでね。これかなり情報詰まってんですよね。ぜひぜひガズクラブでこの、楽譜をゲットするのもおすすめでございますが、時間ある方は書いていってください。はい、で、ここ星って書いてあるんですけど、これがね、ラララララって印象的なところ、これはね、結構繰り返しで使ったりするんで、一応星マークということで、感想ですね。入れといて、で、A メロですね。A メロ、B メロ。はい、じゃあ、ちょっと待って、ここまで一時停止して書いてね、書き出す人。これ歌のタイミング、さっきも何回も言うけど、ちょっと難しいからね。はい、じゃあ次。B メロのところからサビ1、はい、ここもいっぱい書いてあるキメがあるかっこいいバージョンだよね。はい、いいかな。このサビ1とサビ2っていう風に分けてますね。サビの前半後半なんですけど、あとでサビ1の前半だけね繰り返したいんですよ。はい、でここじゃあちょっとサビ2に行きますね。はい、このシンコペーションマークもねいっぱい入ってくるんですよね、ここにもあるしね。はい、じゃあここまでいったら次はね、C パートというかブリッジパートというか、ちょっとね雰囲気が変わる、優しくなるところ、伸ばすところですね。ここ、信じてばかりの僕と、ここがなんかキュンとするね、なんか素敵なメロディーなんですよね。はい、ここ C パートということにガズレレでは知っております。この最後にここまたかっこいいバージョンではこんな風な決めを入れて、これも後で解説しますね。そんでラララララララ、ここがガズレレオリジナルアレンジな感じです。はい、そして、ここからもショートカットになって、この後ものすごい、原曲と展開が始まるんですけれども、このサビ1へ戻ります。はい。サビ1っていうのはさっき出てきたここなんですけど、ここの戻ってきたサビ1は、もうすごいおとなしく、シンプル簡単バージョンでは伸ばして、かっこいいバージョンでは、8ビートっぽいアルペジオでちょっと弾いてみようと思います。で、ここまで来たら、今度、サビ1が繰り返しが終わったら、今度は、で、ラストサビっていうところに飛ぶんですけど、これがラストサビですね。で、ここちょっと歌詞が変わっているんですね。で、ここちょっと見てもらうと、最後、ここ伸ばして、こんな僕も君のヒーローになりたいのさーって言って、C やったら、ここ見てください。星、さっきやったラララララララを、繰り返して、かける2、2回繰り返しましたね。で、終わったよというのが、ガズレレオリジナルスーパーショートカットアレンジウクレレ練習用簡単バージョンとなっております。はい、出てくるコードを解説していきましょう。あ、ほら、このね、なんかプロモーションビデオに出てきたね、狼さんのキャラクター書いてみました。かわいいですね。はい、まずね、赤く囲ってるやつは
かっこいいバージョンで出てくるコードなんで、シンプル簡単バージョンでは出てこないです。はい。じゃあ一回隠しといてます。こっちだけ見て読んでいきます。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7、1、2、3、4、5、6、7。はい。コードは一応7個なんですよ。これ入門コード7個でできるんですよ。今の一応はね。いや、もう曲の歌とかさ、テンポ感はちょっと置いといて、入門コードは7個です。で、これはね、入門コードのグループなんで簡単だよと説明をしたいんですけど、かっこいいバージョンでも1個だけ出てくる、この D7。これ本当に一瞬出てくるだけなんですけど、これもね、入門コードのグループなんで、これもちょっと一緒に紹介。今映ってるこの、だから8個のコードか。はい。これ、D7 も含めてこれね。これです。ガズレレ必須コードという、グループなんですけど、これ何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思ってる人に一番最初に覚えてもらいたい。10個の入門コードのグループ。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードだからどれも一応全部簡単。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭に覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておくと、この動画見たら10個のコード、楽しく覚えられますので、覚えちゃってください。今日その中の、まだから、7個だね。あ、8個か。8個だね。はい。遅かれ早かれ覚えてほしい、このコードマスターしていってください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンではですね、コードがね、3つなんですけど、さっきも言ったように D7 っていうのは入門コードなんで、まあ大丈夫だとして。はい、じゃあ、出てこないコード、これですね。C、AUG。これもね、D7 と一緒にほんの一瞬出てくるだけなんですけど、どうしてもやりたかったということで。C の AUG と書いて、オーギュメントと呼びます。C を押さえとって4弦の1フレット、これですね。これ。これ。はい。これはね、本当イントロで一瞬出てくるだけなんで、ちょっとこれ後でまとめて、D7 のとこと解説、一緒に解説します。あとはこれ、ちょっと今日一番キーポイントになるのは、この Fm2 コードですね。この Fm はちょっと押さえづらいコード代表で、押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所で、こんな風に押さえるんですけど、はい。この Fm について、もうね、めちゃくちゃ詳しく、濃厚解説してる、特別に教え、Fm だけを教えるレッスン動画っていうのを撮ってるんですよ。ここにちょっとリンク貼っておくんで、Fm ここ見てもらった方がわかるかも。ちょっとやってみたい方、ぜひこの動画めちゃくちゃ役立つんで、Fm はそこでマスターしてやってみてください。じゃあ、ここからリズムの解説に入っていこうと思うんですけど、この曲ですね、まあ、ぶっちゃけ本当はですね、かなり16ビートのノリが強いです。緑黄色社会さんの演奏を見ると、かっちょいいね、ファンキーで、ちょっとこれダンサブルの16ビートなんですよ。なんですけど、ちょっとね、ウクレレでやると、ちょっとスピードが速すぎて、ガチャガチャ感出ちゃうかなっていうのと、まずこれ、ちょっと曲の構成とか歌がまずね、すごいレベルが高いので、8ビートで、このノリをね、疾走感を前面に打ち出したアレンジの方がかっこいいかなと思って、最初はですね、16ビートでちょっとアレンジしようかと思ったんですよ。そうすると、今なんじゃない、みんなね、ラトダギル、こんな感じのちょっとファンキーでソウルなんですけど、まあこれだともうね、ほんと悶絶レベルの、クオリティになっちゃうんで、でも8ビートでもね、かっこいいんですよ。今なんじゃない、メラメラトダギル。こっちの方がなんかウクレレだとこう乗れて、こうドライブ感が出せるかなと思ったんですよね。この曲って、このファンキーに踊れる16ビートのこうダンサブルなイメージと、前に突き進んでいく疾走感っていうのが共存してると思うんですよね。今回ガズレレアレンジでは、この疾走感を取ったよという感じで、ウクレレで、8ビートで、ちょっと力強くやってみようというふうに思った次第でございます。ということで、今日ね、出てくるリズムはですね、こんな感じです。はい、ドーン。8ビートと8ビートのチャと、アルペジオとシンコペーション。このリズムで行ってみようかなと思います。これかっこいいです、なかなか。はい。今映ってるリズムの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされてますんで、じっくりと見て練習していってください。これ8ビートっていうのはね、まあ、ガズレレでも基本中の基本のリズムなんでね、大丈夫だと思うんですけど、いろいろリズムの一応使い分けをよしたいと思います。まずですね、ちょっと順番に行こうかな。歌の歌い出しのイントロのところ、ここはですね、ちょっと優しめの8ビートというリズムでいきます。8ビートというのは C で弾いてみると、はい、これでちょっとね、優しくいきたい。ちょっとやってみると、で、ここでさっき出てきた D7 と C オーギュメントというコード、はい、E オーギュメント、これが出てくるんですよね。ちょっとね、ゆっくりやってみますわ。いきますよ。せーの、今なんじゃない、メラン D、Fm。C、A10、C、D7 ここで C オーギュメント1回出てくるだけです。今の分かった、でん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 、はい、もう1回ね、今じゃないメラメラとたい眠っているだ、ここ、はい、1個ずつ弾くやつ、ここちょっとやってみて、ここ歌も混ざってるんでね、歌も混ぜてやってみるとちょっと難しくなります。8ビート、1、2、今なんじゃないメラメラ歌いで眠って
今のなかなかもうこのたったこのイントロだけでも結構山盛りなんですよ。今日こんな感じですよ。もう一回いくと今ね、じゃあ、後半にちょっと注目してください。メランじゃないメラメラ途絶える眠っているだろ、ここでぜひこんなのもうシンコペーションでダー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 止まります。はい、 F でね。ここも一応決めですね。シンコペーションが出てきました。今矢印マークついてるでしょ。これシンコペーションっていうのは前にドーンとリズムが食い込んでくる。眠っているだけの正義、こんなもん、もうここでもシンコペーション黄色になりたい。はい、今の F でダンダダダダで止まりますね。でここからなりたいのさで C 入っていくんですけど、ここから8ビートのチャでドライブ感バンバンでいこうと思います。これは結構力強い感じでいきたいんですけど、気持ちいいからリズムが速くなりすぎちゃう可能性あるので気をつけてください。キメがちょいちょい入ってきますね。どんなところで入ってくると、シンコペーションマークをちょっとチェックしていただいていただいて、B メロの一番最後からサビに行くところ、君が僕のヒーローだったようにというところからやってみる。B メロ後半のラララ感。ワン、ツー、スリー。これ決めですね。ここはですね、この G7 のところのタタッタタッターのところがかなり早いんですよ。これ16ビートのノリになるんですけど、ゆっくりやるとダダッタダッターなんですね。これはですね、ちょっと難しいんで、ちょっとこれはね、ちょっと無理だっていう人はダッダッターっていう感じで3回ダッダッタってやるのでもいいと思いますが、ひとまずね、ガズはちょっとここかっこよく決めてみました。もう一回ワン、ツー、スリー、ラララララララ、ここダガダガダダダダ、今なんじゃないメラメラと入っていきます。ダダダダ、今なんじゃないです、ダダダダダー F サビに入っていくと、ここちょっとねかっこいいねで決めたいところでございます。でサビの中でもシンコペーションが入ってきたり来なかったりするところがあるんで、ここは見ていただいてちょっと練習してください。ほいで、次の、C ブロックっていうふうにガズが言ってるの、信じてばかりの僕と、ここの C パートの一番最後もちょっと決めが入りますね。C パートの一番最後のどちらが正しいのかなんてからやってみましょう。ここが伸ばすところですね。せーの、三。どちらが正しいのかなんて誰にもわからないさ。はい。C で一回ダッと止めて、シンコペーションで E7 でダンダダダダダダダみたいな感じです。もう一回。どちらが正しいのかなんて誰にもわからないさ、ラララという感じで入っていきます。細かい決めですけど、これでバシッと決まるとすごくかっこいいんでですね、ちょっとやってみてください。はい。でね、この後ですね、ラララララララやったらもう一回サビに1に戻るんですけど、ここはですね、ちょっとおとなしくなりたいところ。ここはじゃあどういうリズムにしようかなと思ったんですけど、アルペジオなんですけど、8ビートと混ざった感じのアルペジオがいいと思うんですよね。ちょっとね、そこやってみますわ。今なんじゃない、メラメラと耐える。な僕に追い覚む正義、どうしようもない衝動にから、こんなムードがいいかなと。これ普通のアルペジオだと、今なんじゃないメラメラとたこんな感じなんですけど、こういうシャキシャキした感じじゃなくて8ビートのノリでダンドパンタタンダンドパンタタンダンドパンタタンドドロンブンバンダンド、こんなイメージです。 C でやってみるとドロンブンバンドンドンドロンブン1弦2弦3弦みたいな感じ、ドロンドン1弦2弦3弦ドロンドン1弦2弦3弦、なので8ビートとアルペジオが混ざったようなちょっとこう流れがいい感じの8ビートとアルペジオのミックスパートでやって、で最後のラストのサビほっとけないそんな荷物をに入っていって、あとはね同じようなキーポイントでラストのエンディングまで突き進んでいこうという感じのが、ガズレレアレンジということで、なかなかね、もう結構なてんこ盛りなんでございます。はい。ぜひぜひ、このガズレレ、これでも簡単アレンジバージョンですから、皆さん、そこにご注目。これね、かなりその原曲の、展開していく、転調していく、すごくドラマティックになる、不思議な世界観のところ、これね、ショートカットさせていただいてるんですけど、ひとまずここまででもかなりのものだと思うんでね、ちょっとやってみてください。はい、そしてこのね、曲のプロモーションビデオみたいなものを見るとですね、なんかこのアニメの狼さんが出てきて、なんかね、ちょっといろいろ考えさせる、なんか熱いものがね、あるかなという感じで、そういう世界観もやっぱり、
歌の世界、感情ですからね、音楽はね。そういうものとこのテクニカルなものがこう合わさった時に気持ちがいいわけですから。ちょっとこれ時間かかるかもしれない。歌を覚えるのがまず大変ですけど、ね、言葉のタイミングとメロディーラインをね、はい、長い時間かけてこれもマスターしていきましょう。それではやっていきますよ。緑黄色社会のメラ、ガズレレユかっこいいバージョンなんだけど、それでも簡単ショートカットアレンジバージョンでやってみる。One, two, one, two。今なんじゃない、メラメラと在り。正義こんな分も君のヒーローになりたいのさ。社会のメラ、ガズレレ式超簡単アレンジバージョン、ショートカットアレンジバージョンの中でもかっこいいバージョン、長いねタイトル、やってみました。いやもうかなりエネルギッシュ。この中の曲の中でさ、早くなったり、おとなしくなったり、なんかこう、ドラマティックというか、抑揚がすごいやっぱうねりがあるんで、そういうところをうまく表現すると、またさらにね、ドラマティックなムードが高まるんじゃないかなというふうに思います。これテンション結構ね、こう、パワフルな感じでいきたいからね、その辺ちょっと意識してやってみるといいと思います。知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方
の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかももう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。